ジェームズ・マリタートはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州クイーンズ出身のイタリア系アメリカ人。南オ・リトル・グイド、ジェームズ・ストーンなどのリングネームで知られる。小柄ながらヘビー級選手との試合も多く、ジョバーの役割が多いが、そのキャリアの初期が示すように技巧派レスラーとして活躍。ロイヤル・ランブルにおいて長時間リングの外に退避し、 オーバーザトップロープによる失格から逃れようとするなど、ずる賢い戦術も得意とする。高校時代に、レスリングとアメリカンフットボールで活動後、ビル・ロビンソンのトレーニングを受けて1991年に、プロレスラーとしてデビュー。その後、ロビンソンの縁ンで、日本の UWF インターナショナルに、ジェームズ・ストーンとして1995年まで所属。 桜場和氏との対戦も実現している。アメリカに帰国後は、リトルグイドーのリングネームで ECW に所属。自身が、イタリア系であることから、イタリア出身をギミックとし、フルブラテッドイタリアンズなるユニットを結成していた。2001年の ECW 崩壊後は、WWF に参戦し、2002年に、ジェイミー・ノーブルのいとこという設定のもと、ナンジオのリングネームで登場。 なお、ナンジオが登場する前、ノーブルが、いとこの存在をほのめかした際は、大変な巨漢で、危険な男などと紹介されていた。ノーブルとのコンビ解散後は、スマックダウンにて、チャック・パルンボ、ジョニー・スタンボリと共に FBI を再結成。以降、パルンボ・がローに移籍し、スタンボリが解雇される2004年まで、FBI での活動を続けた。その後は、 クルーザー級戦線のシングルプレイヤーとして活躍し、2005年8月9日には、ポールロンドンから、WWE クルーザー級王座を奪取。また、その際に勝利をアシストしたビトートもイタリア系のタッグチームを結成し、メキシクールズと交想を開始した。10月に入りメキシクールズのフベントに、クルーザー級王座を奪われたものの、11月15日に、イタリアで行われた。 スマックダウンのハウスショーにて奪還。自身のルーツであるイタリアでの体感とあって、現地の観客から大喝采を浴びた。しかし一週間後の11月22日、イギリスシェフィールドでの興行にてフレンツに、再び敗退、タイトルから陥落している。ECW が WWE の第3のブランドとして復活すると、所属選手となって、 リングネームを QECW 時代のリトルクイードーに戻し、トニーママルークやビッググイドーと共に FBI を復活させた。2007年春からは再びナンジオの名義で活動していたが、翌2008年8月、WWE を解雇された。WWE 解雇後はインディ団体を転戦し、2010年8月にはティネに登場。2011年に、 リフェリーとして WWE と再契約したが、レスラーとしての活動を望み対談。以後は再度インディー団体を中心に活動し、トニー・ブロードウェイのリングネームでリング・カ・キングに参戦している。2013年3月2日には、ECW のオマージュ団体であるカナダの HRT に登場。オンタリオ州ロンドンで行われたイベント、HRT ボーン2バイトワイヤードにてビッグ。 微藤とのコンビで FBI を再編し、ボールズ魔法ニーゲイリーウルフのピットボールズと対戦した2008年。ありがとうございます。